ございます皆さん。時刻は6時52分となっております。はい、今日はここじゃん、阪急は芦屋川駅にやってまいりました。天候はあいにくのちょっと小雨、うん、これから回復するであろうと思われます、うん、なんと今日のメンバーは豪華メンバーですよ。じゃーん、ふっかちゃん、お久しぶりです。3人で行ってみたいと思います。はい、今日のコース詳細はじゃん、小屋玉、六甲山に行きます。こっから生駒とか行ったらびっくりするな。はい、雨降ってるんで臨機応変に、あ、臨機応変にショートカットして、ショートカットして、もうありで行ってみたいと思います。はい、それでは今日も激に、はい、行ってみよう。おう、行ってみよう。おう。そこ道間違えまして、あの、復帰しました。街中でも迷う。時刻は7時23分。距離はちょうど、迷いましたのを含めまして2キロです。時間30分経過しております。ロックガーデン。はい。入り口に到着しました。滝の茶屋。はい。高座の滝。1時25分。はい、2.1 キロ。はい、32分。うん、これ有名なスポットです。はい。はい。この先の岩がちょっと綺麗なんです。汗だくやわ。汗だくやわ。今日は空いてるわ。うん、こんな人おらんの初めて。こういつも大渋滞のところですね。ああ、腕痛かったから確かにモデルな。あ、三回。みんな今日の感じ分かるかな。いやー、なかなか。うん。ね。ザ・ロックガーデン。貸し切りであります。ゆっくり行きや、ゆっくり。運動不足すぎでしょ、これ。じゅうちゃんよ、そんなスタッフ行けんな。あの、そうそうそう、めっちゃ走ってるじゃん、やっぱり。あ、なんか懐かしいな。はい、時間と距離と教えてください。はい、7時58分、はい、距離は 3.5 キロ、はい、1時間ほどで風吹きにまで到着しました。はい、あ、猫がいてますね。ここ猫いっぱいおんねん。イノシシがいてることもありますけど、イノシシ見たことあるかも。どうしたの、めっちゃ舐めんなか、噛みないの。3匹いてますね。ごめんな。
ルートが。こんなランプついてんね。すごい分かりやすくていいね。うん、あ、雨だと喜んでんな、自体は。休憩。休憩入ります。あれ？東屋じゃなかったよ、ここ。ここら辺に。みんなが思い思いにこうやってこの辺仕掛けとったよ。貸し切りなお始め。38分。今日のおやつ、銀座西川。西川は1日から10日までその月限定のパンを売ってるらしいんですけど、うん、これはなんとね、この間のこしあんじゃなく、あ、粒あんじゃなくて塩こしあんなんですよ、うん、これね、塩がちょっと効いててね、うん、すごくね、まんじゅう食べてるみたい、うん、今何キロですか？今ね、5.5 キロです、はい、8時39分、はい、休憩中、はい、はあ、よし、はあ、なんちゅう帰る、うん、これめっちゃ登らされたな終わったと思ってからのやから早いなやったね、トレーニング効果抜群やな。ああ、おー、ついに一軒茶屋、懐かしい。9時38分、距離は 8.5 キロ、はい、いやー、出ました。はあ、久しぶり。だいぶ久しぶりやが、真っ白まあ、おかげさんでこの時期でもね、そんな熱中症の心配なく歩けたかなって気するよね。だってほんま昨日おとといまで36度とかな、ね、なあ、室内でもやばいもんな、うん、これは体感でまだ26度、7度ぐらいなんじゃないでしょうか。あ、氷とか書いてる。わあ、これええな、これええな。なんで飲むねんけんちゃん、まだ飲むやろあかんで、ちょっと泡だらけやん、とりあえず、はい、風呂上がりからの汗とは言う、うん、おいしい。何とかめっちゃ久しぶりなんだけど、うん、うん、すごいね、輝いて見えるよね、うんうん、なんかホラコス練習会再びっていう感じが思い出すわ。よう飲んでました、ほんとに。よう、教えながらよう飲んでた各山で買い漁ってるから。へー、好きなんやね。あ、綺麗 ね、めっちゃこれ、あれやで、こんな時期にこんなに咲いてんの。鮮やか、キャッキャキャッキャはい、ここにあったトイレがこっちに映ってます。そう、ちょっとすごいよ。すごい立派になってるで、もうあの自転車屋さん御用達って感じのこの、うん、すごい、ビバ買いそうやな。ちょっとしばらく来へんかった間に違うあれになってな。これ何やねん、これもう全然水流れへんかったやん、だってな。そうやね、そうや、これ本質どういうこと。やっぱりね、夜間トイレやな、電気がついてるからどうしても虫がねすごくって、でおそらく循環水を使ってるであろうから、うん、やっぱ洗浄水がちょっと黄ばんでるっていうのはあるんやけど、それにしてもこんなんほんまにすごいなと思う、うん、手洗い場のところにこういうベンチ置いてあってさ、荷物とかも置けるようになってすごいなと思ういつの間に作ったんやこんなで自転車置いていろんな人がここで休憩できるようにっていうね。
そんな長いこと来てなかったんやな、あのねデザイナーさんが作ったんやろなっていうね、うんうん、一大おしゃれなトイレができてますか、うん、ほんまいつ作ったんやろな、いや冬の間に長いことこうな仮設トイレで、うん、もうなんどっか使われへんようになったもんな、そうよ仮設トイレやったんや、うん、まさかこんなおしゃれなものができるとは、いや教えてもらわんかったらこれがトイレと気づかずにもうありがとうございますって感じですよ本当に、トイレそっちですよって言ってもらいました、トットエアミンチも来ました、931m、はい、時刻は10時15分、はい、距離は 9.1km、はい、六甲山最高峰、相変わらず立派ですねこの、はい、タッチやりました、登頂ちゃう登頂、もう最高峰はもう映画とかさっきビール飲みながら言うとったんだよね一応ね登頂でここね最高峰ですよあんた、リュウちゃんクサイなんでやねんこの最高峰何メーターか迷った人はリュウちゃん、その心はクサイ、ね、誰が臭いねん夏は臭いなんでリュウジ臭い、おっさんみんな臭いんじゃんよしタッチ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 、はい、イエーイ、トンネル飛んでる、おお、うん、おーやて、うん、演歌龍ちゃん記念写真は真っ白真っ白ね上を張りてみるけどなだね、さっきまでこの辺真っ白やったよ、やっぱね道路が通ってて街な雰囲気ですけど、やっぱりね標高900近いっていうだけあってね、はい、白いです、もうなんかアーモンドやったわ、ほぼ、はい、10時58分、距離は 11.9km、はい、ガーデンテラスに到着しました、真っ白です、うまいなあ、うん、はい、ガーデンテラスのガーデンにお邪魔してますお邪魔だ、うん、無料だとして入れてくれましたへえ、うん、大昔に来たことあるわ、学生の時に、うん、なんかネックレスかなんか買ったような、へえ、うん、あ、そうそう、シルバーアクセサリー、あ、泣いてるぞ、後ろでへへへ、すごいね、近いね、おいそれ何ふかちゃんが言うてんの、はい、上手やなめっちゃ近くにおるわ思ったおい返してくれておっていうことにしてて、うん、やうん、あ、え、ありがとうございます。ふかちゃんです。いや、めっちゃ嬉しい。いや、記念撮影でした。記念撮影撮っておきましょう。もうね、何回見たか。お二人の六甲の重曹のやつ。あの4本。4本のやつ。もう恥ずかしい。ありがとうございます。日没になっておかわりしたやつ。そう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 。ちょっとあれなんですよ。暗すぎてね、ちょっと向こう行ったんですよ。おかわり。ですよね。あれ見てキャノン出ました。ああ。めっちゃ嬉しいっす。写真撮ってほしい。すみません。すみませんね。お連れさんお待たせして。あれ？あの後で。あ、そうだ。どうぞ。急ぎます。すみません。早いんで何もでも。はい、チーズ。もう一枚撮ります。はい。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。びっくりした。いやいや、久しぶりなんですよ、六甲君の。ああ、そうですね。今日はタイミング良かったです。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。待って追いかけてください。気を呼んでいきます。すごい。早い早い。
ちょっと休憩するにもいいベンチとかね、うん、あってね、素敵な空間が広がっております。はい、ほんまや、ちょっと閉まってんのかな。お前閉まってるわ。やっぱり日曜日もうやらんことにしたのちゃん。ふかちゃん情報正しかった。宇治原商店日曜日閉まってます。ここまで耐えて閉まっとったらもう大変なことやったわ。そらあんたあのうどん屋でうどん食べてよかった。そして本日我々は初めての試みであります。いつもはここまで来たらもう藤原商店が宝塚に向けて下山するのが常なんですけども、今ちょうど15キロです。まもなく12時になります。アイスロード経由でここ、これテーブル駅やからもっと下の方やで、はい、この辺を行きたいと思います。アイスロードです。ここです。藤原商店のすぐここです。阪急六甲駅まで 5.3 キロやって、阪急六甲駅を目指したいと思います。はい、すごい初めての道です。行ってみます。はい、こちら今何キロ？今15キロです。はい。はい、アイスロードです。なぜアイスなのかはよくわかりません。冬場凍結するのでしょうか。舗装路です。そうなんよ。まさかの舗装路やったね。あの藤原商店まで来てどうしても帰りたいっていう方はここ通って帰られるといいかもしれないですね。どうしても帰りたい。帰ろう。風呂入りに行こう。うん。銭湯もあるらしいです。はい。ちょっと待ってみよう。ほんのり 5.2 キロです。もうこんな道です。すごいね。知らんかったね。うん、うん、大丈夫。怪我したらいかんからね。はい、舗装路が終わりました。はい、ほんまですね。あれは家の近くやから、ああやって舗装路だったから。これは初めてや。ね、すごい景色やな。うん。アイスロードです。何がアイスなのかはよくわかりません。ああ。アイスロードです。アイスロード。アイスロードです。道だと思わせながら。六甲全山縦走路と比べて通る人が少ないからそんなにあれですね。ああ。蜘蛛の巣ですね。さっき行こうか。そうですね、龍二に行かせましょう。お願いします、はい、びっくりしたわ。やっと景色が見えました。やっと見ました。このガスがやっと晴れましたよ皆さん。へえ、いろんな道があんな六甲さん。すごいね。ね、びっくり。アイスロードです。アイスロードは一人ではこれだな。ちょっとだ、ワイルドすぎるな。秋口はもっとすっきりしてるんちゃう。ちょっと夏やから。あ、なかなかの足元。おお、見えないぶりですよこれ。ポコンポコン。あー、出た。やっと平和の道に出ました。アイスロードです。おお、晴れてきました。晴れてきました。まさかの道路の下くぐるやん。あアイスロードです。アイスロードこれか。あ、見えないから余計に見えない。一気に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 一
おい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 意外と一緒やから大丈夫、意外と滑れへんで頑張れ。何だこと。おー出た出た。やば。道路の柵打ってきました。街灯なしみたいな。まだあるんかほんで山道。さっきの完全に出たと思ったよな。ついに出るでこれ。おー。ついに出ますよ、お客さん。はい、12時50分。距離は 17.4 キロ。出ました。車道に出てきました。はい、JR 六甲道駅って書いてますね。はい、ここからようやく車道で駅を目指したいと思います。はい、いやアイスロードすごかった。インパクトありました。やっとこの景色が見えたで。ようやく中盤にして景色が楽しめるようになってきました。終わりやっちゅうねんも。13時35分、距離は 20.6 キロ。じゃん、富士温泉さんに到着しました。なんと10時半からオープンされているそうで、はい、もう夕方にならなくてもひとっ風呂浴びれるという大変嬉しいお風呂であります。それではここからひとっ風呂浴びて行ってきます。えい！どうやったん今日は？今日はですね、なんちゅうてもね、アイスロードがインパクトありましたね。アイスロード。なんでアイスロードっていうの？それはね、昔はね、あの六甲の山頂に、あの池を人工的にいくつも掘ってそこで氷を作ってそれを下の町に下ろす、そこに使われとった道だった。氷運んどったやな。それでアイスロード、うん、なるほどなるほど、勉強になりました。どうですかね、ふかちゃん今日は。いや最後やっぱインパクトあったね、楽しかった。あそしてね、あそこのうどんが人生一美味しかった。一軒家やね、めっちゃ美味しかった。もうビールも最高やった。もう今日は最高でしたわ。また行きましょう。また行きましょう。またね。はい。